子どもの心の発達だけじゃなくて体の発達のことまで実践的な授業を通して学ぶことができるので、県大の保育学科に入りたいって強く思うようになりました。現場に出たら即戦力となって働けるために、1年生の頃から実践的な授業をメインとして学べるところかなと思います。保育学科ならではの授業はやっぱりキッズシアター、キッズランドっていう授業で、子どもたちと直接接することができる大切な時間なので、私たちは一から人形を作ったり台本を考えたりと、とても難しいこともあったんですけど、本当に今までで一番いい作品を見せるぞっていう気持ちがすごく強かったり、終わった後は保護者さん方からすごく良かったですっていう言葉をいただいて、あ、この授業本当に成功して良かったな、このグループでやってて良かったなって思いました。ピアノの部屋が多いところかなと思います。私は家にピアノがなくて、いつもキーボードで練習してるんですけど、ピアノで練習したいなっていう時は学校で気軽にピアノの練習ができる部屋があるっていうことはすごくいいなって思います。子どもと関わるような機会は結構多くて、実際に子どもたちと一緒にボールを使って運動遊びをしてみたり、子どもたちと楽しく一緒にワイワイとしたような活動が結構多くあります。この学科は先生が生徒一人一人に寄り添ってくださるので、授業でわからないことがたくさん私もあるんですけど、一つ一つ丁寧にゆっくり教えてくださるので、すごく授業に関しては不安がなく楽しく学校に行けています。フットサルサークルとダンスサークルに入ってるんですけど、保育学科は短期なのでサークルに入るのは難しいかなっていうふうに思ってたんですけど、自分の好きな時にいい頻度で行くことができるので授業に追いつけないっていう心配は全然ないです。子どもたちがすくすくと成長できるようにしっかりと支えてあげれる人になりたいなって思います。子どもの嫌いっていう気持ちを好きに変えれる保育士になりたいと思っています。